さあ右側より撮影させていただいております。なるほど、はい、なるほど。それではスイッチをどうぞ。ご覧ください。2020年に向けた2020人の思いが一つとなってステージの大型ビジョンに姿を現しました。やっぱり自分の種目の 400m 個人メドレーは、リオオリンピックで、自分のライバルの萩野公介君と、金メダルと銅メダルを取っているので、次こそは、ワンツーフィニッシュを東京オリンピックでしたいなと思っているので、そこはもう絶対に皆さんに見てもらいたいですし、できれば多く一人でも多くの人に会場で自分は見てもらいたいですね。やっぱりオリンピックっていうのがやっぱ母国でやるっていうのはなかなかないので、はい、もうとにかくこうそういう海外の選手も来るっていう試合をこうなんていうんですか、もうそのチャンスを絶対逃さないでほしいですね。報道関係の皆様、お写真をさあ右側より撮影させていただいております。なるほど、はい、なるほど。一人一人が選手、代表選手のオリンピックではなくて、みんなの一人一人、ボランティアの方々、はい、あとみんなのこの皆さんです、ね、そう応援してくださる方々、はい、一人一人のみんなのオリンピックだと思います。ぜひ楽しんでください。この肩の上ぐらいの位置で剣を止めてあげる。そうするとおーっと極論するんだ。極論気をつけてください。2020に向けて私もできることをみんなでサポート、家族みんなでも行こうと思いますから、楽しみにしてますので、皆さんもぜひオリンピック・パラリンピック楽しみに待っててください。